新聞テレビはデータで嘘をつくというタイトルの本を出版します。ちょっとタイトルについてはこれはまあ出版社でつけるもんですから、やや私としてはですね、直接的すぎるなと、まあ、いうような感じはしますが、まあ本はタイトルではありませんから内容でありますので、まあ、本の内容はまあしっかりと一つずつ書いていると、まあ、いうことですね。それをまとめれば確かにこういうタイトルになるかもしれません。それで一つ一つの内容については本をお読みになれば分かるんですけど、なぜ今の新聞やテレビはデータで嘘をつくのかと、まあ、いう原因についてですね、これは時々私の講演なんかでも聞かれますので、ここで説明をしておきたいと思います。1933年にですね、まあ、今からちょうど80年ぐらい前ですが、日本は満州の占領政策を続けるためにですね、まあ、国際連盟を脱退したわけですね。まあ、松岡洋介っていう外相がおります。で、これに対して国際的にものすごくバッシングがあったんですが、日本はダメだっていうことがあったんですが、日本人の方はですね、いやもう脱退すべきだと、いうことで満州で日本の父や兄が流した血はどうなるんだと、まあ、こういう論理でですね、まあ、奮撃したわけですね。でちょうど今の北朝鮮みたいな感じだったと思ったらいいと思いますね。まあ、北朝鮮の中では、まあ、北朝鮮はいいっつって頑張ってやってるわけですが、外から見るとちょっとなんか変だなと、まあ、そんなような印象を、まあ、日本が国際的に持たれてたわけですね。私は満州の占領はそれほど悪くないと思っておりますが、しかしヨーロッパとかアメリカから見ればですね、アジアの諸国がそんなことしていいのか、これは今の北朝鮮もそうなんですね。北朝鮮はミサイル持っちゃいけないけど、アメリカはミサイル持っていいっていうなってますけども、まあ、新聞なんかもそういうふうな論調ですが、ちょっとこれもおかしいんですけどね、本当は。別に北朝鮮とアメリカとは同じ国ですから。だけど、まあ、遅れてきた国は遠慮すべきだと、まあ、いう感覚がやっぱりありますんでね。国際的にも当時の日本が非難されたと、まあ、日本を非難するなら当時ですね、もうイギリスだろうがアメリカだろうがみんな人の国にとってたわけですから、まあ、同じなんですけど、まあ、そういうことだったわけですね、まあ、いい悪いは別にしまして、でその時に毎日新聞はやや国際的なニュースをそのまま流したんですね。報道しました。朝日新聞と読売新聞は世界の一般的なニュースは伝えずに、まあ、日本の世論に迎合していわゆるキャンペーンを張ったわけですね。でこれによって何が起こったかと言いますと、まあ、毎日新聞の部数が停滞しまして、朝日新聞と読売新聞が大きく部数を伸ばしてですね、まあ、逆転したわけですね。まあ、これは本当に新聞社を経営する人ですね、まあ、記者じゃありませんが、経営する人としては大きな問題で、やっぱりこれは日本人が好むような記事にしなきゃダメだなとこう思ったわけですね。まあ、このことが悪いことかどうかってちょっと難しいですけど、まあ、いずれにしてもそうだったわけです。そして戦争が終わりまして、まあ、1971年に沖縄の返還問題が起きます。ちょうど佐藤首相だった時ですね、自民党のこの密約問題というのが浮かびまして、それを毎日新聞が報道します。そうしましてこれごたごたがありましてですね、結局これは毎日新聞の不買運動へと発展して、まあ、毎日新聞はついに全国紙と言えるかどうかというところまで行き、まあ、1977年確か倒産を1回いたします。つまり政府が悪いことをこの密約したことをすっぱ抜くという、まあ、新聞では、まあ、一番いいと言われることをやったらですね、まあ、それを叩きに叩きました。叩いたのはやっぱりマスコミだったんですね。まあ、いろんな経緯がありまして、結局のところこれを機会としてですね、それ以後政府の悪いことを暴くという報道は一切なくなりました。一にあるんですけど、それは社会部から出てくるもの、つまり事件性のものとして報道され、政治部、つまり、まあ、もともと新聞とかテレビは政府にの悪いことを報道するために存在すると、まあ、いうふうに私なんかも学校で習ったんですが、まあ、そういう役割が日本のマスコミから最終的に姿を消します。まあ、これについてある編集部員がですね、その時にこのような話をしてますね。言論によるテロリズムの効果とその商業的な骨董が確認されたと。これ非常に難しい言い方ですが、言論によるテロリズムっていうのはですね、新聞とか週刊誌とかテレビがあることでもないことでも何でも報道すれば、まあ、日本社会はそれに反応して怒り狂うと。これテロですからね。そして個人、特定の個人や団体を徹底的に痛めつけるっていうことができるっていうことについて分かったわけです、はっきり。要するに根拠はいらないと。まあ、データなんかどうでもいいと、まあ、とにかく
嘘でも何でも書けば、もしくは一方的な報道でもすれば、もう例えば報道放送法第3条の2ではですね、意見の違うところは両方報道しなきゃいけないと、こういうふうになってるんですが、実はこの1971年の沖縄の密約問題ではですね、片方が割合と黙ってたこともありましてね、とにかく一方的な報道がものすごくされたんですね、集中的に。まあ、そういうことで、まあ、これが確信が得られたということですね。それで次 の, このその商業的な国法というんですけど、ちょっと難しいんですが、これはテロをすれば儲かる具体的な方法を身につけたということですね。この国法というのは、まあ日本の武道なんかで使われるんですが、奥義というようなものですね。そういうことが分かったと。つまりテレビ週刊誌新聞はその気になれば日本人の列上ですね、列上に訴えるキャンペーンを張って、それに異議を唱える人や団体を徹底的に叩けると、何でもできると。そうするとですね、幸いなことに視聴率も上がるし、販売部数も増やせるってことになりましたね。でその具体的な記事ではどう書けばいいか、報道をどうすればいいか、タイミングはどうしたらいいかということを、まあ、得得をしたと、まあ、いうことですね。でこれの2つの事件を見ますとね、儲かったマスコミというのは常に政府に有利な報道をするという特徴があるわけですね。脱退事件では松岡首相を外相を支持し、沖縄密約では佐藤首相を擁護しました。まあ、そういうことですね。でこれはですね、日本という国がもともと四面を海に囲まれておりまして、民族もほぼ単一で、天皇陛下をいただいていたということで、日本には奴隷制度もありませんでしたね。で、まあ、我々と殿様が素晴らしくて民のことを考えてくれたと、まあ、いうこともあって、日本人の心の中にはお上は悪いことしないんだと、お上に立てついたろくなことはないという、まあ、信念があると思います。ですから、まあ、言論テロリズムを張るには、この日本人の、まあ、素直な心を利用するってことが必要ですから、第一にお上側につかなきゃいけないってことですね。第二には日本人の劣情とか感情に寄り添わなきゃいけない。それから第三に不当、それによって不当に被害を受ける個人とか団体が出るんですけど、それについては絶対に愛情を持っちゃいけない、切り捨てなきゃいけないという方法を取りますね。まあ、これはオウム真理教なんかでもありましたし、まあ、今度の原発事故なんかでもほぼこういう状態になっております。これを受けて結局沖縄密約事件が、まあ、裁判とかいろいろなって、ほぼケリのついた1980年代からですね、まあ、日本のテレビ新聞週刊誌などは言論テロリズムに統一されております。まあ、キャンペーンだけ貼ればいいと、まあ、事実を伝えるっていうのはですね、まあ、当たり障りがなければ事実を伝えるんですが、当たり障りがあったり、それから、まあ、儲からない場合はもう間違ったことを報道すると、まあ、いうことに徹底いたしますね。でこれはまあ、さらに日本のマスコミの組織とかそういう問題もあるんですね。まあ、会社組織でやっておりまして、経営編集というのは、まあ、経営から独立したらいいんですけどね、まあ、どういう記事を書くかというのは経営から独立したらいいんですが、まあ、今の体罰事件もこれにちょっと似てるんですけどね、編集と経営が、一緒くたになるという日本の特徴があります。それから記者クラブ、よく言われますが、記者クラブが閉鎖性を持っていると。それからさらに一人一人が旧来、まあ、記者さんがですね、旧来のいわゆる記者魂、お金はもらわないぞとかですね、頑張って事実を追うぞということがなくなってきたこと、それからまあ予算が厳しくなって現実的に記者が取材しようと思ってもなかなか満足な取材ができないというようなこともあってですね、この言論テロリズムについては、まあ、多分マスコミの中でも、まあ、こういうことじゃいけないと思っている方が多いと思いますが、なかなか回復できないわけですね。まあ、最近では地球温暖化とか被爆、原発の被爆限度の問題なんか代表的ですね。特徴的には必ず政府寄りである、それから科学的なデータとかそういうのは無視する、まあ、手法はテロ的手法を取るということですね。またタバコの副流煙の害のようにですね、データを調べずにみんなが危険だと思えば、まあ、危険だと報道するというのもあります。まあ、こういった問題はですね、日本社会に、まあ、深く根ざしているわけですね。まあ、日本人自身が事実とか真理を大切にするということがなんないとなかなかなくなりません。それには非常に時間がかかるので、とりあえず、まあ、この本ではですね、まあ、嘘の報道と思われるものについて私の方で整理をしたと、まあ、こういうことになりますね。で、まあ、こういった本が出せるのはですね、やっぱり出版社というのはなかなか今の日本で立派ですね。まあ、昔の礼儀、節度、まあ、誠実、恩といったですね、まあ、そういった日本人の持つ徳目をちゃんと持っているのが出版社であります。
広告なしですね。それから言論テロが起こらないように政府寄りではないとか、科学的であるとか、冷静であるといった本の内容を出版してくれますね。ですから私たちが真実を知るための最後の砦というのは今のところ出版社であります。出版社がダメになった場合はネットしかなくて、ネットに言論統制が始まりますと、私たちは再び暗黒の時代に突入するということになります。私はですね、これは現実ですからね。でマスコミはすぐには変わらないでしょう。儲け主義になってもこれからなかなか抜けられませんから。だけども、私があえてマスコミの人たちに呼びかけるとしたらですね、この国際連盟脱退と、それから密約問題で始まった言論テロと儲ける国法というのをですね、できるだけ早く放棄し、日本のために再びですね、日本の人の道徳、礼儀、節度、誠実、恩といったですね、こういったことを中心とした日本らしい信頼性のあるマスコミをですね、作り上げてもらいたい。つまり儲けるためにこういうものを報道するというのではなくて、報道した結果皆さんから、言ってみればお坊さんがでお布施をいただくようにやった後に、みんなが感謝してマスコミに、お金を渡すというですね、そういった、日本らしい、体制にですね、戻ることを大変に期待しております。